2歳の新馬戦メイクデビューー阪神です収まりまままりししししたたたスタートしました揃いましたさあ先行争い内にコースを取りながらカズ・ゴルティスが先手を奪うようですが外から馬体を制して9番のシルバブール前の2頭が後続に4馬身の差ビーケンが3番手その後5番のガルデル・クラージュが内から間4番のエロース。 外からは7番のゼンノジーニあとは3番、渡しシれその後2番のノーブルスカイがいて一番後ろから1番のハチャトリアンという体勢です各馬1コーナーカーブし終えて2コーナーすでに縦長8番のカズ・ゴルティスが先手を奪いました3馬身のリード2番手9番のシルバブールですそしてその後は5馬身と馬群が開いて6番のビーケンが追走ですその1馬身半から2馬身後方ですが内5番のガルデル・クラージュ外4番のエロース 向こう上面へと入りました。その一馬身半後方ですが、三番渡しきれい。差がなく、七番禅のジーニーが追走で、三馬身開きました。二番のノーブルスカイ、一番後ろは一番のハジャトリアンという体勢です。さあ、向こう上面の中ほどスタートしての千メートルですが、1分2秒から3秒というところ。三コーナー、これからカーブ。八枠両馬レースを引っ張っています。カズ・ゴルティス、シルバ・ブール。 この両馬がほぼ並びつつあります34コーナー中間しかし前の2頭のリード残り800を通過して今3馬身となりました6番のビーケンが3番手内首差で5番のガルデル・クラージュですそしてその1馬身半後方4番のエロースが追走です残り600を通過さらにその2馬身から3馬身後方7番のゼンノジーニーがポジションを上げ始めて連れて上がっていったノーブルスカイ渡しきれい一番後ろ若干ハチャトリアンを置かれていますさあ直線構成と向かってまいりました8区両馬 ルバブールカズゴルティス、間をついた5番のガルデル・クラージュ、さらに外からは6番のビーケンです、ややどうでしょうか、4番のエロース、伸びを変いているか、前の争いですが、残り200を通過して、ゼッケン8番のカズゴルティスが先頭だが、相当つきましてはグイグイと、さあ、2番のノーブルスカイ、間、5番のガルデル・クラージュの食い下がり、カズゴルティス、そしてガルデル・クラージュ、ゴリ 最後は2頭並んだままゴールの前を駆け抜けていきましたがどうでしょうか8番のカズ・ゴルティスがわずかに5番のガルデル・クラージュとの追い比べを制したかどうか。